ベルギー象徴主義の詩人、擬曲家、モーリス・メーテルリンクの諸女詩集。1889年に、レオン・バニエ社から、155部限定で初版が、出版された。26編の陰文詩と7編の自由詩、計33編の詩作品が収録されている。1889年に、レオン・バニエ社から、諸女集、音質を出版して、以来、1896年に、 ストック社から12編の歌を発表し、そこに新たに3編の詩が付け加えられると、1912年にポール・ラ・コンブレッシャから音質15編の歌として発表された。他には単調として詩集を発表しなかったが、詩を書き続け、彼の死後1955年にはリブレリー・レレットル社から未発表の詩をいくつか追加で収録した音質全詩集が出版された。 初版を発表した翌年1890年に彼の名を広く知らしめることになったオクターブ・ミルボーの書いた新聞記事モーリス・メーテル・リンクモーリス・メーテル・リンクでは今はまだ原石の状態にあると詩人としての未熟さを指摘しつつも音質に収められている詩にはエドガー・ポーの詩にも見られる同じくらいに類まれなる荘厳な何かがあるとして高く評価している ここでは、2018年にデザインエッグ社から、大役形式で出版されたタイトルを参照している。音視セレチャテキ石ーラス、天体のムロ、セレディアンニュユー誘惑天達、ガラスのカネ、クローシズデベール、謎の捧げ物、オフロンドオプスキュラ心のハムラ、ファイアージュジュカーホテッタ魂アームチャウデ魂、アームヒヘイラシチュード疲れた狩猟。 シャセーズラシーズ、疲弊した猛獣達。フォーブズラスお祈りオライソン移ろの時。ウルテルネスケンタイアンニュイ。セリオインオピトール夜のお祈り。オライソンロクターン冬の欲望デシアディー・イベール。ケンタイのリンブクロンドディーアンニュイアーメン。アーメン釣りがネガ達成すき。クローシュアプロンジュールアクアリウムアクアリウム。小熱のガラスレンズ。ベールアーデントハネレフレケンエービジョンズ。 キッオライソンマナザシリガーズマチボーケアテンテゴゴエイプスミリー音質の魂アームでセレ心づもりインテンションズ触れ心地アチューシュメンツ真夜中の魂アームでニュイありがとうございます。